山崎遺跡一図山崎遺跡は宮城県東田郡三里町に所在する複合遺跡。縄文時代早期から中期にかけての集落跡と古墳時代から平安時代にかけての集落跡からなり、九百七十六年六月七日に国の史跡に指定された。大崎平野の中の低く大きな独立丘陵から南面に張り出した標高十五から二十メートルの段丘上の 南側間斜面に営まれた集落跡で、断球の西側斜面に、縄文時代早期の貝塚がある。1965年と1974年、1975年に、発掘調査が行われた。縄文時代の集落は、東西490メートル、南北120メートルの範囲で、中期の竹穴住居跡があり、断球上に大規模な集落が形成されたことが、 判明しており、縦穴住居跡の小道には、約5メートルの円形の平面を示すものがある。階層は、計15メートルと小規模で、縄文早期前期の柿はまぐりを主体である。古墳時代前期の層からは、集落跡とその前面を区画する大溝が、発見されており、断球端をめぐって、幅4から6メートルの集合が掘られ、この掘りに囲まれた内部に集落が営まれている。 大溝は集落を防御するための施設と見られ、大溝市から木製のすき先、木ぬた、月棒、竹製のザル、カゴなどが出土している。ありがとうございます。